皆さんこんにちは、ズイでそれは今回なんですけども、QR コード決済キャンペーンまとめ、来週で終了、そして始まるということで、今週もやってきました、キャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は1月の27日から2月の2日までの、来週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますので、そこだけご了承ください。 ということで、まずはペーペーからですね。ペーペーでは主に5種類の大きなキャンペーンが開催中です。まずは街角ペーペー第2弾ですね。期間は3月の31日まででして、キャッシュレーション者還元事業の5%のお店であれば、20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンですね。ペーペーチャンスに抽選に外れた場合でも、最低でも6.5%は還元されます。 次は PayPay ペペとタクシーのコラボキャンペーンですね。期間は2月の13日までとなっています。こちらは PayPay ペペが使えるタクシーで、なおかつキャンペーンのステッカーなどが貼っているタクシーを利用したら、ソフトバンク、ワイモバイルもしくは Yahoo ミアム会員の方は10%還元。それ以外の方は5%還元がされます。配車アプリの DD も対象となっています。 で、PayPay ペイペイとローソンのキャンペーンが明日の1月の27日までとなりました。全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100で期間中に PayPay ペイペイで決済をしたらソフトバンク、ワインモバイル、もしくは Yahoo プレミアム会員の方は10%還元、それ以外の方は5%還元がされるということですね。 次にペ a ペ p モールですね。こちらは街角ペーペ p 同様に3月31日まででして最大で20%還元されるキャンペーンとなっています。同時進行で現在ペ a ペ p モールのゾゾタウンでは最大で10%還元のキャンペーンも開催中です。 そして2月と言ったらこのキャンペーンですよね。対象店舗で40%から50%のキャンペーン、還元キャンペーンということで、期間は2月の1日から2月の29日までの2月いっぱいのキャンペーンとなっています。不要上限は1回に500円で期間中は1500円までなので、まあそんなに多くはないんですが、ここまでの還元率が高いっていうのは結構嬉しいですよね。ちなみに対象店舗は高校ンペが使える自動販

以上が PayPay ペペのキャンペーンについてでした。次は D 払いですね。D 払いでは主に4種類のキャンペーンを引っ張ってきてます。まず1つ目は D 払い生活応援キャンペーン。こちらはキャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば D 払いがさらに5%上乗せをして合計10%の D ポイントが還元されるキャンペーンとなってます。3月31日までの開催中で、まあ僕は結構このキャンペーン自体は飲食店とか、まあちょっとしたドラッグストアも僕の住んでる地域は対象だったので、まあそこで利用することがあります。2つ目は飲食店 プラス10%還元のキャンペーンが3月の31日まで開催中ですこちらはキャンペーン中に11時から14時の間に 対象の飲食店で D 払いで決済をしたら D ポイント10%が還元されるということになっています。で、このキャンペーンで気をつけないといけないのは対象店舗ということで D 払いが全部使えるお店であれば対象というわけではなくてまあこれはもともと決められているのでそこはあの公式ページでチェックしてみてください。まあぜひですね、そことまあ公式のアプリとか合わせて使うと結構お得にお食事ができたりもします。3つ目はドラッグストアで10%還元のキャンペーンが買え 開催中ででしてて2 2月の2日ままとなっていますこれは対象のドラッグストアで10%還元ということなんですが、ちょっとですね、まあドラッグストアでふと思い出したんですが、今めちゃくちゃあの話題になってる新型肺炎コロナウイルスの影響もあって、ドラッグストアであのマスクの購入をする際に、ちょっとしたこう購入の制限がかけられてるみたいですね。まあ僕も近所のとあるドラッグストアに行ったら、お一人様3つまでとかいろいろ書いてあったので、まあ結構この影響っていうのはすごいことになってるなというふうには 実感しましまたなので、まあ、ドラッグストアでもしですねマスクを購入する際はこの d 払いのキャンペーンとかも使ってみるのもいいと思います。 そして4つ目はこちらのセブンイレブンで D 払い20%還元のキャンペーンがついに1月の31日までとなりました。まあ、このキャンペーンは還元を受けるために一度の購入で700円以上というのがありますが、まあ、キャッシュレッショ者した還元事業の2%のセブンイレブンもあるので、まあ、その場合は一応715円以上で決済することをお勧めします。715円以上の購入に迷った際はこちらの公式ド。画、次は楽天ペイですね。楽天ペイでは主に2つのキャンペーンが開催中で 一つ目は全店舗対象期間中ずっと5%還元のキャンペーンが3月の2日まで開催中です。楽天ペイが使えるお店であればどこでも5%のポイントが還元されるものとなっています。このキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必須となってますのでそれもお忘れないようにお願いします。二つ目は動画でも紹介させていただいたんですけども、コロワイドグループにて楽天ペイアプリご利用で5%の楽天スーパーポイントのポイントバックというキャンペーンが2月の7日まで開催が されていますこのコロワイドグループに関しては牛角とかあとはカッパ寿司あとはシャブシャブ温野菜など、まあ、結構いろんなお店もあるのでそこで楽天ペイで決済したら5%がポイントバックされるということですねちなみに先ほどのコロワイドグループのキャンペーンと楽天ペイの5%還元合わせて使うこともできますので実質10%分の楽天ポイントが還元されるのでこれと合わせて使うのもいいと思います次はメルペイですねメルペイで2つのキャンペーンが主に開催中です1つ目はメルペイスマート払いで5% このポイント還元だったのがつい先日発表がありまして、50%の還元に切り替わりました。まだですね、利用されてない方はとっても嬉しいキャンペーンの発表だったと思うんですが、僕みたいにですね、すでに5%還元の時点で、まあ、スマート払いの枠を使い切ってる人に対しては、ちょっとムムムってなるような発表でした。 期間は今月いっぱいの2020年の1月31日まで開催中で上限は1000ポイントまでとなっていますので50%還元の場合は2000円分メルペイで購入すれば上限に達しますいやメルペイは個人的に好きなんですけどね多分先日のメルペイがオリガインペイを買収した影響もあってこのようなキャンペーンを繰り出したと思うんですが、まあ、ちょっとこの後出しのやり方は一部のユーザーから反感をちょっと買いそうだなというふうにも思いました、まあ、僕ももしかしたらその 一人かなと思いま,すまあぜひですね、どこかのタイミングでまたぶっ飛んだキャンペーンをメルペイからこう出してほしいなというふうには個人的には思っています。 そして、こちらのススメルペイのキャンペーンも絶賛開催中です。招待コードを使ってメルカリに登録した後にメルペイの画面で銀行口座ですとか運転免許証を提示して本人確認まで完了したら1000円分のメルペイポイントがもらえるキャンペーンとなっています。こちらはキャンペーンの終了日時決まってないということと、現在メルカリのアプリを登録した時点で500ポイントがもらえるので、今メルカリ、そしてメルペイの登録をしたら実質1500ポイントがもらえます。なので、そろそろメルペイやっとこう始めようかなという方がいらっしゃればですね、概要 欄にもも招待コード載せてててますのでそちらもチェックしてみてください次は AUPay ですね。AUPay では大きなキャンペーンはなくて、こちらの松屋とのキャンペーンとなっています。これ抽選にはなるんですけども、松屋で AUPay で一度に500円以上決済したら抽選で3万名様に100円分の AU ウォレットポイントがもらえるということですね。期間は今月いっぱいの1月31日までなので、まあ松屋を利用される方は試しに AUPay で決済するのもいいと思います。そして、オリガインペイですね。まあこれまで長かったあの、オリガインペイの3 オフののキャンンペーンが最後の週となりましたちょっと感慨深いですね。期間は1月31日まででキャッシュレシューシ者還元事業のお店であれば、最大で8%の即時ポイント還元を受けることができます。まあ、僕自身ですね、利用頻度的にはあまり多くなかったオリガインペイなんですけども、なんちゃかんちゃ好きなんですよね。まあ、他のスマホ決済は還元とかが多いんですけども、オリガインペイは即時割引と、こう、ひときわ目立っていましたね。まあ、ちなみに僕は吉野家とか、あとはクーポン が出たたはは結構いろろんなとこでで活用してた印象ではあります次にファインペイですね。こちら大きく二つあります。一つ目はファインペイと t ポイントを連携して50ポイントがもらえるキャンペーン。これは以前動画でもお伝えした通り、期間中にファインペイと t ポイントを連携して、ファインペイで200円以上の決済をしたら、一回だけ t ポイント50ポイントがもらえるということ。そして、右側の方の黄色い部分ですね。t ポイントと連携したファインペイを提示して、ファインペイ払いをすることで何度でも t ポイント10倍のキャンペーンも開 再がされているということですねなので実質5%分の T ポイントが還元されるということになるので T ポイント集めてる方はファインペイでの決済で貯めるのもいいと思いますちなみにどちらも1月の27日で終了となりますそしてもう一つファインペイに5000以上のチャージをすることでポケチキ無料のクーポンがもらえるキャンペーンもありますこちらは3 1月の31日で終了となりますで最後は待ってましたと言わんばかりのゆうちょペイですねこちらゆうちょペイでは現在2つのクーポンが出てい ウェンディーズやファーストキッチンで使えるジェルトピオカ200円引きのクーポン、そしてワタミやミライザカ、トリメロなどで使える1000オフのクーポンですね。期間は今月いっぱいでの終了となります。 似てだけまとめるとこんな感じですね。これら赤い文字のところは来週で終了するキャンペーンとなっています。いや、まあ、こう見たら結構1月でまあ終了する、まあ2月も入ってるとこもあるんですけども、まあそれでこう終了するキャンペーンって結構多いですよね。で、まあせっかくなんでパパッと読み上げると、ペイペイとローソンのキャンペーン、ディーバライトドラッグストア、ディーバライトバナナチップスチョコのキャンペーン、メルペイスマートバライ50%、au ペイと松屋、ファインペイティーポイント、そして極め付けのゆうちょペイということで で、まあ、ここには入れてないんですけども LINE ペイの割引のクーポンも今月いっぱいなので1月いっぱいとなってますのでこれもお気をつけくださいあとこちらが来週から始まるキャンペーンということでなんといっても2月からスタートするペイペイのキャンペーンですよねこれは本当また土日が楽しみにはなってきましたまあそんなこんなで今回は来週1週間1月の27日から2月の2日までのキャンペーンのまとめ動画でした いや、やっぱり全体的に見ても先週と変わらないんですけども、PayPay ペイペイとこう D 払いあたりがやっぱ強えなっていう風に思いましたね。まあ、ここ最近はほんとこの2つがほんとこう利用頻度自体僕自身はかなり高くはなってきています。まあ、来週もまたお得に楽しんでいこうかなと思いますので、ぜひですね、また明日月曜日からも頑張っていきましょう。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、ここ最近ですね、キャッシュレスやこのようなもうお得情報とかを発信するおかげもあってか、結構この行ったことのないお店とかにもちょくよ、ちょくちょくもう行くようになったんですよね。まあ、その時によくお店の人にポイントカードお持ちですかって聞かれて、まあ、今のような YouTube での発信をする前の僕であれば、あ、ポイントカード大丈夫ですって。 感じにもこうさらっとこう流して断っていたんですけども今ではポイントカードお持ちですかって聞かれたら貯めたらどんなお特典があるんですかとかこう一言聞くようになったことが多くなりましたねまあもちろんそんなにお客さんがいない時とかあまり混雑してない時にこう聞くようにはしてるんですけどもまあそれを聞いて行く頻度が多くなりそうなお店の場合はまあサクッとポイントカードを作ったりとかもしくはこうお店の公式のアプリとかもインストールするようになりましたねまあほんとこの数ポイントの還元 とかあと割引のクーポンとかもちょっとしたこうやっぱりゲームみたいでなんちゃかんちゃ楽しいんですよねまあただそれだけのことでしたということでありがとうございました